全国のセラピストの皆さん、お願いがあります。ガチガチさんをほぐせるようになって、ガチガチ専門店を出店してください。というのはですね、今日も常連さんなんですけど、膝の悪いね、おばあちゃんなんですけどね、大阪から来てくださるんですよ。膝が悪いんで、時間かけてゆっくりゆっくり歩いて来られるんです。大阪から乗り換え3回で、時間にしたら1時間かけて来られるわけなんですよ。でその方はね、もちろんガチガチさんで、ガチガチさんっていうのはね、すごく症状がきつい人たちなんですよ。不快な症状がきついんです。おそらく私たちが想像してる、辛さよりももっと辛い人たちだと思います。ですんでね、わざわざ大阪から膝悪いのに3回も乗り換えて1時間かけて来てくれるんです。でその方はですね、たまたまその方の娘さんがね、この本若堂の近くに結婚して、お住まいになってるんで、で娘さんからの紹介で来てくださったんですよ。で、楽になるっていうことでね、来てくれるわけです。でそういうね、膝の悪いおばあちゃんっていうのはね、転倒するともう致命傷ですよ。つまずいて転んだりとか、人とぶつかってね、転倒したりとかすると致命傷になるわけです。そんなね、リスクもあるにもかかわらず来てくれるんです。ということは相当辛いはずなんですよ。それでね、時間かけて頑張って来てくださるわけです。でそういうお客様っていうのは、その方だけではなくてたくさんいらっしゃるんですよ。奈良県内でもバスを乗り継いで来てくれたりとか、でご家族の運転する車に乗って、連れてきてもらうとか、そういう方っていうのは結構いらっしゃっててね、そういう方たちが、必ず言う言葉があって、もっと近くにね、近くにあったらいいのになっておっしゃるんです。そりゃそうですよね。近くにあった方がそりゃ気軽に行けますし安心できます。で私としてもね、近くに本当にガチガチ専門店があった方がその人にとったらいいわけですから、絶対いいと思うんです。ですんでね、そのガチガチさんっていうのは本当に辛いから、辛い思いしてるんですよ。でどこ行っても解決しないんです、その辛い思いっていうのは。病院行ってもです。病院行っても、湿布渡されたり、血液を流す、飲み薬をもらったりとかね、そういう程度なんですよ。けどガチガチさんには正直聞かないです、そういうのっていうのはね。ですんでね、行くとこがないわけなんですよ。だから冒頭に言った通りに、そのセラピストさんにお願いしたいんです。私と同じ思いがある人にね、ぜひね、ガチガチさんをほぐせるようになっていただいて、そしてそのガチガチさんのね、技術を持ったとしても、その宣伝方法がわからなかったら意味ないですから。ですんで、そのガチガチ専門店をおすすめしてるわけです。ですんでね、その技術を持ってガチガチ専門店をですね、本当に全国に出していただきたいと思います。肩こり、まあ肩こりだけじゃないんですよ、いろんな筋肉のね、痛みで悩んでる方っていうのはたくさんいらっしゃいますから、たくさんいらっしゃいます。で悩んではります、どこに行けばいいのか。ですんでね、こうごまかしごまかし生活してはるんですよ。その痛みをね、ごまかしごまかしで生活してはります。近くにガチガチ専門店ができたら、その人の人生がきっと豊かになるでしょう。近くにね、ガチガチ専門店があるっていうだけでも安心感があるんです。でガチガチさんっていうのはね、消極的なんです。もう普段からすごく小さい、辛いですから、しんどいですから、もうそれ以上にしんどいことしたくないっていう意味でね、すごく消極的な人がほとんどです。でもね、そうやって楽にしてくれる施術院またはサロンが近くにあるとなるとですよ、そしたら安心感が生まれますから、もっとね、人生を積極的に、生活を積極的に暮らしていけると思うんですよね。ですんでね、そういう悩みを抱えている方たくさん全国にいらっしゃいますから、そういう人たちにですね、皆さんの協力が不可欠でございます。ですんでね、本当に私と同じ思いを持っておられる方、私と一緒に頑張りましょう。